オロフメルベリ、エリクオロフメルベリ、エイリクオロフメルバーグ、1977年9月3日タイ、は、スウェーデンベストライエータランド県グルスポング出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、スウェーデン代表であった、現役時代のポジションはディフェンダー。大きく、強く、空中戦は波外れていると表現されるように、体格を生かしたダイナミックなプレーが慎重。 2001年から7シーズンの間イングランドのアストンビラ FC で主力を張り、その後はイタリアのユベントス FC やギリシャのオリンピアコス FC に所属した。スウェーデン代表として2度の FIFA フフワールドカップと4度の UEFA 欧州選手権に出場した。キャプテンも務め、2012年の代表引退までに117試合に出場して8得点を記録した。 体育教師の母親の下、エリク・オロフ・メルベリは、グルスポングに生まれた。テニスでも驚くべき才能を持っており、フィファワールドカップ出場よりもウィンブルドン、選手権出場を夢見ていたため、14歳までは、サッカーを活動の中心としていなかった。地元のグルスポング・イフでプレーしていた時に、アルス・ベンスカン、一部のデーウェル・ホシュ・イフに引き抜かれた。 1997年シーズン終了後に、デーゲル・ホッシュは、スーペルエッタン、二部降格となり、首都ストックホルムのアイク、ソルナに移籍した。移籍して即座に良い印象を与え、1998年シーズンに、アルスベンスン優勝を果たすと、アイクに加入してからわずか10ヶ月後にリーガエスパニョラの、ラシン・サンタンデールに売却された。スペインのサッカーの適用に苦労したが、 すぐに定位置を獲得して、移籍初年度から活躍を見せた。バレンシア CF や FC バルセロナからのオファーもあったが、2001年に移籍金785万ユーロ、約10億2800万円で、プレミアリーグのアストンビラ FC に移籍し、すぐにチームの中心選手となった。2002年9月16日、バーミンガム市で FC とのバーミンガムダービーにおいて、 GK ペテル・エンケルマンに向けて投げたスローインをエンケルマンがトラップミスした。ボールはそのままゴールに吸い込まれたが、ボールがエンケルマンの足に触れていたことから、ゴール無効ではなく、オーンゴールと判定された。2003年夏には、デビッド・オレアリー監督が就任すると、2003から04シーズン開幕戦のポーツマス FC 戦では、先発メンバーから外れたが、その後すぐに、 キャプテンに就任し、オレアリー監督の在任期間はキャプテンを務め続けた。同シーズンは全試合に出場してリーグ戦での6位に貢献し、フットボールリーグカップでも準決勝に進出した。2004年にクラブとの契約を2008年まで延長した。メルゲリーはアストンビラのローカルライバルであるバーミンガムシティを嫌っており、ダービー前にバーミンガムシティでプレーするとは、 絶対に考えられない。それは選択肢になく、バーミンガムシティのすべてを好んでいないと発言したことも、ある。2006年夏に、キャプテンの座を退いて、ギャレス・バリーに譲った。2006年8月19日、2006から07、シーズン開幕戦のアーセナル FC 戦で、先制点を挙げ、新造されたエミレーツ・スタジアムの初の得点者となった。 2007年に就任したマーティン・オニール監督にもセンターバックのファーストチョイスとして起用された。2007年夏にはザットナイトが加入してマルティン・ラウルセンとセンターバックのコビを組んだため2007から08シーズンは右サイドバックとしてプレーした。2008年3月15日のポーツマス FC 戦では2枚のイエローカードを提示されて退場処分を受けた。なお1月28日には ユレントス FC と仮契約を交わしたことが発表され、ホームでの最終戦となった5月3日のウィガン、アスレティック FC 戦はメルベリのクラブへの貢献に感謝して、オロフメルリデートされた。最終節となったアウェーでのウエストハムユナイテッド FC 戦では、アップトンパークに来場した、ビラサポーター全員にメルベリの名前と背番号、さらに、 サンクス4ユアサポートというメッセージが背中に入ったユニフォームがプレゼントされた。2008年1月28日にセリエ A のユベントス f C と仮契約を交わし、シーズン終了後にフリートランスファーで契約期間3年の正式契約を結んだ。7月16日、セリエ B のピアチェンツカルチョとのプレシーズンマッチでデビューした。2009年1月18日、 SS ラッツ予選戦で移籍後初得点を挙げた。2008から09シーズンは27試合に出場し、準レキュラーとして活躍した。2009年6月23日、ギリシャのオリンピアコス FC と3年契約を結んだ。移籍金は250万ユーロ。シーズン開幕時は、テムリケツバヤ監督が指揮を取っていたが、開幕直後にジーコ監督に交代し、 ジーコも2010年1月19日に解任されてが、公認監督に就任した。このように次々と監督が交代する混乱の中でも、メルベリは常にセンターバックのポジションでのバー機会を維持した。2011から12シーズン末、オリンピアコストの新契約へのサインを断り、新たな挑戦の舞台を探すことを望んだ。2012年8月8日、リーガエスパニョーラで、 セグンダディビジオン2部に降格したばかりのビジャレアル c f と1年契約を結んだ。2013年7月10日、デンマークスーペルリーガの FC コペンハーゲンに加入。2014年7月31日、現役引退を表明した。スウェーデン代表としては、エウロ2000、2002FIFA フフワールドカップ、エウロ2004、2006FIFA フフワールドカップ、エウロ2008、 エウロ2012に出場し、2012年の現役引退までに117試合に出場して、得点を挙げた。2002 FIFA ワールドカップ開幕前に行われた公開練習では、フレドリック・ユングベルに対して荒っぽいタックルを仕掛けたことから、ユングベルと喧嘩になった。二人はチームメイトによってすぐに引き離されたが、それ以来の彼らの中は険悪になった。 チーム内部からのリークによれば、2006FIFA ワールドカップのトリニダード・ドバゴ戦の引き分けには彼らの間で非常に激しい口論があったという。2003年には、スウェーデン年間最優秀選手賞であるギルドボレンを受賞した。ドイツで行われた 2006FIFA ワールドカップ後には、代表キャプテンのザをユングベルに譲った。UEFA e ロ2008予選のリヒテンシュタイン戦に向けた。 遠征中に23時の門限を破ったとして、チームメイトのズラカン・イブラヒモビッチ、クリスティアン・ビル・ヘルムソンと共に母国にり、返された。10月7日、同予選のスペイン戦で代表に復帰した。2010年3月3日、スウォンジーで行われた、ウェールズ戦で代表通算100試合出場を達成した。2012年には UEFA e ウロ2 0 1 2本大会の 出場メンバーに選ばれ、グループリーグのイングランド戦では、一旦は2から1とリードする得点を挙げた。大会終了後に代表引退を表明した。2016年シーズンより2年間の契約で、イフ・ブロマポイカルナの指揮官に就任することが発表された。長期間交際しているパートナーがおり、2002年12月に、第一子となる娘が、2006年7月に、 第二子となる息子が生まれた。母親によれば、現役引退後に大学入学を検討しているという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。